新しい出会いがあるかも。ゴークップル。うん、これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼マシン。こっちは、ねえ、こっちは、なんで、そこがいいんだ。極物の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極豚ラーメンとコスケです。こんにちは。今回はですね、はい、インターネット配信中に起きた放送事故をご紹介していきます。よっ。我々もね、配信しますけど、ちょっと上、今の放送事故だったんじゃないかっていうところもちょっとありますから、これを見て。ないないない。極太にそんなことないよ。まさかの君の方がちょっとあるっていう。ないないない。本当にね。まあでもこれを見て、やっぱライブするときはちょっと気をつけようっていう意識を高めていこう。学ぼう。学びましょう。過去の失敗から。はい。どうぞ。一人目がですね、はい、ククルライブというところでライブをしていたダースケさんです。2015年の出来事なんですけど、うん、まあ、この方はですね、マインクラフトで実況したりとかをしてて、この日はですね、商品紹介をしてました、うん、その中にオイルライターが含まれてまして、視聴者がですね、それどうやってつけるのっていう風にコメントしたんですよ。でですね、まあ、ちょっと待ってねって言って調べながらやるんですけど、うん、どうやらオイルが必要だと。まあ、オイルライターなんで当たり前なんですけど、うん、オイルをですね、こぼしながら本体に注ぎ込んだんですね。うん、はい、この時ですね、手にオイルがもうついてました。オイルまみれです。べちゃべちゃにこぼしてるんで、うん、で、拭き取ったティッシュをですね、うん、そこら辺に投げてました。あー、危ないねはい、で、うん、この状態で点火をしたんですね。ここで事件が起きるわけだここで事件が起きてしまいました。はい、なんとですね、火がものすごい勢いでふわってなっちゃって、はい、びっくりして床に落としてしまうんですね、オイルライトをもう漫画じゃんもうまずいよ。これまずいですよ、うん、でですね、燃えた方と、うん、つけた方、うん、燃えた方を落としました、はい、つけた方をゴミ袋の上に置いたんですね。オイルまみれのね、オイルまみれのティッシュが入った、はい、それが燃えまして、はい、それでですね、なぜか部屋の後ろの方にそれを持ってったんですよ、はい、で、段ボールで消そうとしたんですね、うん、くびるそう、ちょっと段ボール燃えるに決まってるじゃん何すか、火種をね。で、結局ですね、2回消失。人はね、知らなかったとか、誰も怪我はしてないから分かったけど、火はダメよ。火はダメだ。絶対ダメなんだから。ライブするときって、かかっちゃうから、どんなことでも、やっぱ危険な行為はしない方がいい気がする。そうだな。ライブ配信するときに。間違いない。何でも。最悪の事態に死とかが連想させるような内容のコンテンツのライブは、やっぱしない方がいいな。絶対ダメだな。そこまで考えてやんなきゃダメだ。そう。絶対ないだろうと思ってやってて、今そうなってるから、絶対危ないよ、やっぱ。やめよう、やめよう、火は。火はダメですって。火はダメです。身に染みますね。そうだね。調べれば YouTube で出ると思うんで、はい、見たい方はちょっと調べてみてはいかがでしょうかって感じですね。はい、見てみてください。はい。次にご紹介する事故がですね、はい、2014年に海外の YouTuber、ベンジャミン・ベネット氏が起こしたものです。彼は生配信なんだけど、座って何もしないっていう、うん、無言で喋りもしないし、ただただ何もしない映像を流すっていうのを生配信したの。変態だなぁ、うん、それをですね、パート1の時に4時間それをやったと。すごいなぁ。で、それがなんか結構人気で、はい、50万再生ぐらいされて、あー、まあでもなんかわかる、何をやってんだっていう面白さだよね。そうだね、うん、で、事件はですね、はい、パート5の時に起こりました。やってんな。配信が始まって2時間30分ぐらいした時に、そのベネットさんの近くのドアからですね、ガタガタって音が聞こえました。ほう。で、これどうやら、はい、強盗が入ってきた。やばいじゃん。やばいよ、うん、カメラに映ってない。ダメじゃん。カメラには映ってないんだけど、多分強盗なのよ神回っていうか、やばいじゃんそれ。やばいんで。ベネット何、どうしたの。ベネットですね、うん、何にもしなくてこのまま変わらず。気も座りすぎだろこれ、この男化け物なのよ、うん、そんな変なやつだから、うん、強盗もですね、ハローって一言言って、うん、そのまま立ち去ったと。あー、危ないなそれ危ないよ、うん、ちょっとなんか怖いよ俺、逆にベネットが、うん、すごいな。ベネット今もやってんの YouTube。 ベネットがどれ今もやってるらしくて、そのパート5だけ現在も700万回を超えて。700万、すげえな。すごいんだよ。いや、700万よりさ、うん、もうみんな見てほしいけど、ガチでガチャハローって言って眉一つ動いてないずっと笑ってんの意味が分かんない。やばすぎるな。やばいな。で、なんか何回もパート何も撮ってて、中には失禁したり
てるっていう動画もあるらしいんで、ちょっと極太と同じ匂いを感じるな。マジで言ってんの？本当にバケモンだったよこいつ。いや無理だわ、高騰入ってきたら俺らビビっちゃうよ。無理だよ、世界ひれえな。猛者がいるよ、猛者がいるインターネットには。最後にご紹介するのはですね、はい、中国の動画サイトドウユウっていうアプリに投稿していたチャオさんです。ちょっとまず画像をお見せします。この方です。まあどこにでもいそうな女配信者ですけど。そうだね。でですね、まあ、このチャオさん2019年に事件が起こりました。はい、普段からですねリスナーからはなんて美しいんだと、天使のようだって言って SNS のフォロワーが10万人以上、わーすごいね、いた人気もらったんですね。でとある配信仲間みたいな女の人とコラボ配信みたいな感じなのをしてる時にですね、はい、彼女のフィルターが外れてしまうんですね。まあ今ね TikTok とかフィルターすごい可愛くできるもんね。そうだね、ブスだったってこと、まあ、簡単に言えばそうなんですけど、はい、ちょっと画像をお見せします、はい、こちらです。ババアじゃねえかよ。で彼女ですね58歳でした。すげえな。すごいよな。わかんねえわ。それは。それはわかんねえわ。ごっぱちよ。ごっぱちはもうすげえわ。ごっぱちって息子いるだろう、でかい。子供いるって。あ、やっぱいるかわかんないけど。あ、いるよな、そりゃ。ごっぱちはいるだろう、でですね、もちろんですね、幻滅されちゃうんですよ、リスナーに。あ、だってな。エロ目的だもんな、そういうのって。そうだな。そしたら58のババアだったんでしょ。そう。それはそう。しょうがないよね。しかも2019年の時でしょ、今還暦いってるやん。しょうがないですよ。でもです、彼女はですね、すいませんでしたと、私は58歳で子供がいるんです。潔く認めたんですね。そしたらですね、感服しましたと。本当に騙されてはいたけど、本当その潔さ感服しましたっつって、SNS のフォロワーが60万人以上まで増えたんですよ。60万人増えたの？あ、みんな俺のことすげえイケメンだと思ってたんですけど、実はブスなんですよね。みんなブスだと思ってたよ。最初から増えない。6倍、60倍ね。無理無理。最初から気づいてた。無理無理。許されない。加工かけてないから俺たち。無理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 。無理ですね。無理でした。減ります。減りました。減りました。減りました。お前ら絶対許さないから。お前ら。夢に出ますから。夢でお会いしましょう。ってことで以上、インターネットで起きてしまった放送事故でした。まあ最後の加工をつけてたみたいな、まあそういった類のね炎上は極太しないと思うんですけど。そうだな、まあしててもね、開き直るし俺ら、やってるけど、やってるけど言ってたじゃん。そういうこすいことはするよ俺ら、そうだよ、そういう人たちだからって言ってるからまあ大丈夫なんだけど、2個目の強盗はちょっともう話がえぐい、ちょっと全然あれなんで、1個目のようなそういう危険な行為みたいな、そういうのはねなくしていきましょう。リスクもだいぶマジでシャレにならん、死ぬ、死んじゃうから。そうマジで今回はだから見解はないっすかね。そうだね、気をつけて、気をつけよう。みんなはみんなでそういうコメントで林立てるとか、誹謗中傷で捕まるってことのないように、そうだな、お互いなんか引き締めていこうや。マジでってことで以上、国分とダイナマイトでした。ありがとうございました。国分とのマゲットシェンスコナー。よー、本日ちょっと真面目なニュースです。はい、医学的な雑誌のものなんですけど、はい、こういうの見つけました。日本大腸肛門病学会雑誌。だから肛門ニュースじゃねえかよ。いい加減にしろよ。去年ですね、19歳男性が、自宅で自身で鉛筆を肛門に挿入し挿入すんなよ、摘出困難となりました。ただですね、症状を認めなかったため様子を見ていたんですね。もう別に異変はないよと。そうしたら翌日、血便が出まして救急搬送されました。認めろよ。でですね、入院後、内視鏡で摘出、4日目に無事退院と。こういったね、肛門に異物を入れる、まあ僕らは夢追い人って言ってますけど、これ夢追い人の人たちをね、なんかはぐらかすことがあるんですよ。そうだね。いや入れてないとか、偶然入ったとか。そうなんだよ。なんかたまたま滑って転んでとか、恥ずべきことではないと僕は言いたいです。声を大にして、もう入れちまったものはしょうがない。だってあなたたちは夢追い人なんだから。だからちゃんとそうやってなんか夢追い人なことをしてしまい、そういう事態になってしまった場合は、ちゃんとお医者さんに、いや僕の職業は夢追い人ですっていうのをちゃんと告知してから挑みましょうっていうこと。そんな職業はねえんだよ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。